ルイーザ軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は33,153人であり、2000年の25,627人から29.4%増加した。軍庁所在地はルイーザ町であり、同軍で人口最大の町でもある。セント・ジョンズ礼拝堂、軍内ボスウェルタバーン近く。 ルイーザ軍は1742年にハノーバー軍から分離して設立された。軍名はイギリス国王ジョージ2世の末娘であり、デンマークノルウェーのフレデリク5世の妻になったプリンセスルイーズにちなんで名付けられた。1764年パトリック・ヘンリーが軍内のラウンダバウト・クリーク沿いにしばらく住んだ。当時ヘンリーはルイーザ軍の重要人物で、 植民地議会の軍代表だったトマス・ジョンソンの援助を受けていた。1765年、ヘンリーはルイーザ軍から初めて植民地議会議員に当選した。18世紀末と19世紀初め、多くの自由根結の家族がここからケンタッキー州に移住し、メランジョンと呼ばれるようになった。1838年から1840年、 バージニアセントラル鉄道が軍内を通って開通した。南北戦争の時、この鉄道が南軍の重要な供給船になった。その結果軍内で何度か騎兵隊の戦闘が起こり、中でも1864年のトレビランズの戦いが著名である。ツインオークスコミュニティは国内最古の現世的コミューンであり、1967年に8人のメンバーが設立した。これは、 多くの若者が推進した土地に帰るとコミュニティに根ざすよりシンプルな生活を送るという全国的な運動の一部だった。1993年ツインウォークスコミュニティ設立者の一人カットキンケイドが約80エーカーの田園部共同生活収入分配型コミュニティアコーンコミュニティを設立した。2011年時点ではネオアーミッシュの応援である。 リビングエナジーファームがあり、化石燃料は使わないが、太陽光エネルギーなど新技術は使われている。ルイーザは共同電園コミュニティの中心になってきた。広さ1万3000エーカーの人工湖アンナ湖と、付設するノースアンナ原子力発電所が、1970年代にバージニア電力会社によって建設された。近年、アンナ湖近くに退職者が移住してきており、 また通勤にも自然な位置にあるので、電源部が支配的だったルイーザ軍が成長してきた。リッチモンド、フレデリックスバーグ、シャーロッツビルなど大都市へ車で1時間足らずの距離にある。アメリカ地質調査所は2011、震源深さは約3.7マイル、ミネラルからは南南西に5マイル、リッチモンドからは北西に38マイルのルイーザ軍内で起きた。 アソシエーテッドプレスによれば、振動はホワイトハウスや東海岸全体でも感じられ、南はサウスカロライナ州チャールストンでも感じられた。ペンタゴンの一部、ホワイトハウスと議会議事堂は避難した。振動はカナダでも感じられた。ルイーザ軍の被害総額は7000万ベイドルに上った。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は511平方マイルであり、このうち陸地497平方マイル、水域は14平方マイルで、水域率は2.67%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人口はまだ3万人を超えたくらいだが、州内では最大級の人口増加率になっている。アンナコ近くでは、 この5年間で少なくとも15の住宅開発が進んだ。チェーサピークオハイオ鉄道バッキンガム支線のルイーザ郡にある駅と給水塔側を通過する列車。パウンズ。ありがとうございます。